じゃあ2階のオフィススペースですね、はい、あのエレベーターで上に上がることもできるんですけど、ちょうどこの奥ズトーンとまっすぐ行ってエレベーターホールがあります。はい、ここにまあ守衛さん、24時間の守衛さんはつくんですけども、ここにまあシンドラー製のドイツ製のまあエレベーターがついています。はい、階段に上がっていってもいいんですけども、はい、表の入り口からそのままお客様用ですよね、お客様用の階段としてここのスペースから、はい、ここのスペースから上がっていっていただくということも可能です。まあ、あの何どんな仕事がいいかちょっと分かりませんけども、はい、このスペース70平米のスペース、きれいなあの成形地のスペースがこうあります。はい、これがオフィススペースとして今オーナーさんは考えていらっしゃいます。はい、何せ、まあ、日本人びいきのオーナー様なんで、あの日本の企業様に入ってほしいと、ぜひお客様をご紹介してくださいという今強いリクエストをいただいています。はい、5月の頭からなんですけども、今からでも別に開業することは可能です。はい、どういう業種業態がいいか分かりません。まあ、マイハックでという非常に日本人街ですよね、日本人のたくさんいらっしゃるスペースエリアですので、まあ、日本人向けのヘアサロンとかですね、あとは通常のまあオフィス、としてお借りするということも可能ですよね。はい、あのまあレンタルオフィスみたいな感じで机とか全部、収納スペースとか、はい、そういうまあ金庫等ですね、ここにオーナーさんは用意して日本人向けのレンタルオフィス、月々だいたいそうですね、800ドルぐらいだと言ってます。800ドルぐらいでこのオフィススペースをお貸しするということも可能です。レンタルオフィスなんで、はい、本当にパソコンだけ持ってきていただければすぐにもうその日から仕事が開業できるというようなあの形形態の、レンタル、オフィスですね。でレンタルオフィスなんで通常のオフィスと比べて、まあ、2年以上の長期契約じゃなきゃダメですよとかいうところが多いんですけど、まあ、レンタルオフィス、こういったレンタルオフィスの場合は短期間の契約でも OK ですね。はい、あんまりこうごちゃごちゃと内部造作を、やり替えるってことは難しいかもしれません。はい、ただそういう形態も考えてますし、あとさっき言いましたように美容院とかですね、そうすると、まあ、デンタルクリニックとかそういったところも、該当してくるんじゃないかな。その際は、まあ、水ですよね、要は頭を洗ったり歯をこうゆすいだりする水がしょっちゅう出るような業種の場合は水の排水を考えないといけません。その辺もこのオーナーさんは OK ですと、できますよとおっしゃってもらっているので、非常に、まあ、なんと言いますか、懐が深いというかですね、あの非常に融通の利くオーナー様です。はい、そういったところのこのサービスアパート、サービスのレンタルオフィス、オフィススペースとして70平米、月々の家賃は税金込みで800ドルぐらいを想定していただければ、このスペースで何かをお考えいただいていらっしゃるこのエリアですね、はい、VT-Swan とか VBetBone とか、マイハクデといったこの日本人街で何か、の仕事をやりたいとやって、探しがしたり、オフィススペースを探しがしたり方に関しては朗報ではないかなと思います。はい、以上レポート終わります。はい、で入り口があってですね、入り口の際にはこういったお手洗い洗面もありますね。